京ダビドラヤさん、今季のセーブ率がひどすぎるけん。プレミアリーグゴールキーパー21人の今季セーブ率ランキングがこちら。ラヤは全体20位に、1位はアリソン。枠打たれたら失点覚悟するよね。ラヤにセーブは全く期待できない。ラヤ、どう考えても PK セーブは今日以外でよかった。記憶に残らなさすぎるでしょ。あれは PK 止めたのはほんとすごいんだけど、そうじゃないかん。ラヤって確かキャリア初 PK ストップだったはず。これを機に PK に苦手意識なくなるといいけど、ラヤにとって意味のある試合になったら良いですよね。まだまだ彼にはやってもらわないといけないので。最後のスーパーセーブで少し優位が下がった。最終的にタイトルが得失点差で決まるかもしれないし。ありがとうラヤ。最後に PK 止めたことでラヤの頼もしさは一気に増したな。ここであの負の裏で負けなかったラヤはメンタル的にかなりいいと思う。ラヤすごいけど止める意味はないのくさ。